Enjoy the story by taking control of our tormented main character and guiding him to freedom. ゲームのネットワークでつなぐ。2人でバトルモードが楽しめます。チャレンジモードが楽しめます。ストーリーが楽しめます。新しくストーリーを始めます。主人公と簡単な悪夢に挑みます。パズルの難易度が低い。主人公と危険な悪夢に挑みます。定番の味がお好みならこちら。シンプルな形の石が。個性ある味がお好みならこちら。変わった形の石が行く手を阻みます。それではキャサリンフルボディの世界をまったりとご堪能ください。やっぱり赤はフルボディね。あら。夜空が満天の輝きに満ちる頃、素敵な物語をあなたと。皆さんこんばんは。ゴールデンプレイシアタースペシャルへようこそ。初めましての方もいらっしゃるのかしら。改めまして、案内役は私、ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。ところで皆さんはこんな怖い噂をご存知？夜、落ちる夢を見た時、すぐに眠りから目覚めなければそのまま実際に死んでしまう。今宵ご紹介するキャサリンフルボディは、新たに生まれ変わった異色の恋愛ホラー作品。ある呪いに取りつかれた男の恐怖と波乱の数日間を堪能していただきます。あら、キャサリンもそうだったって？言ったでしょ、今作はキャサリンフルボディ。このワインのように熟成され、重厚で官能的な仕上がりになっているわ。物語の主人公はヴィンセント・ブルックス、32歳。彼とても真面目で優しい男なんだけど、ある日恐ろしい悪夢を見始めてしまうんです。そして彼に襲いかかる誘惑の嵐。そんな中、さらなる人物が現れるの。この子とってもキュートなんだけど、どこか少し変わっているみたい。いや、なんだかとんでもない修羅場が待っていそうだわ。果たして彼、この人生の超山場を越えられるのかしら。もしかしたらどこかで新たな扉が開いてしまうかもしれないわね。全ての結末はテレビの前のあなた次第。さあ、お待たせしました。いよいよ始まります。複雑な人生のマリアージュ、たっぷりとご
ご堪能ください。それでは皆さん、また後でお会いしましょうね。落ちる！これ、なんだ？何？どうやっても登れないときは、アンドゥーで巻き戻すのも手ですよ。動かれ。よし。早く登ってこい。誰だ。ここは一体どこなんだ。叫んでる間に登れ。急がないと落ちて死ぬぞ。落ちて死ぬ？マジかよ。イージーでは制限時間で足場が崩れないので安心してじっくり考えることができるぞ。よし、石を動かして足場にするんだ。
一段ずつなら登れるだろう。動かせったってどうすりゃいいんだよ。この世界に存在する石は丸ボタンで掴んで方向キーで押し引きすることができる。動かせる石と動かせない石が存在するので、まずはいろいろ試してみよう。石の動かし方を間違ったときは L1 ボタンでアンドゥーすればやり直せるぞ。さらに Easy では自動操作で登ってくれるオートプレイが使える。どうしても進めないときは R1 ボタンでオートプレイを使ってみよう。よし、ゲット。と、エッジ。よし。ふん、エッジ。へえ、あれ、へえ、あれ。は、は。よし。オートプレイはスタート地点からゴールまで操作しなくても自動で好きなタイミングで操作を戻すこともできる。どうやっても登れないときに使ってみよう。Undo, undo, undo, undo. Yes. Yes. Get to. Edge. Yo. Move away. Edge. Edge. Yes. Get to.もしかしてお困りですか？今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。どうしても困った時はアンドゥーすると良いかもしれません。アレンジモードでは大きな塊の石が登場する。大きな塊を動かすことで一気に先に進めることもある。よし、ゲット。よし、ゲット。もしかしてお困りですか？今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。よし、ゲット。その石には妙な癖がある。変だけで下の石とつながるんだ。変だけつながる。石は真下に何もなくても下の段の石と変だけでつながって落ちなくなる。石を変でつなげて階段を作ることが全てのアクションの基本になる。一段ずつ上に登れるルートを作ってゴールを目指そう。よし、よし、ゲット。ここはどこなんだ？っていうかこれ何が鳴ってんだよ。お互い生き延びられたらまた後だよ。 おい待ってくれよ。鐘の音が聞こえたらゴールはもうすぐだ。画面左に表示されるマップを見ればゴールまでの距離がわかるぞ。よし、ゲット。
もしかしてお困りですか？今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。エッジ。と。よし。よし。よし、ゲット。よし。どうしても困ったときはアンドゥーすると良いかもしれません。地下墓地からの生還おめでとう。さあ新しいゲームの始まりだ。せっかくなら次からは扉の先にとびっきり面白いものを用意してあげよう。明日の夜再会が楽しみだね。ひでえ夢。はい、もしもし。はい、知ってます。今日のレビュー俺も参加っすよね。マジですか？あ、いえ、バグだと思います。いえ、大丈夫です、今出ます。はい、あの、すみません。ねえってば。ちょっと聞いてんの？ああ、うん。なんか疲れているみたいだけど大丈夫？さっきからぼーっとしてるし。ああ、ごめん、仕事朝からだったから。それより手当とかは出んの？手当？休日出勤のに決まってんでしょ。まあ、いや、特には。特にはってつくこともあんの？いや、ないけど。ないんじゃない。ほら、ニコ。なあ、キャサリン、
死ぬ夢とかって見たことある？死ぬ夢？死にかけたとか？いや、死んでく夢、殺されてくとかでもいいかな。ないかな。殺す夢ならあるけど。え？君らしいよ。何それ。ねえ、私たちさ、何年目だっけ？え？そういや、何年になるんだ。長いから分かんなくなってるよ。あー、どうだったっけ？こっちが聞いてんのに。最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。へえ。もう年だし、心配みたいでさ。仕事忙しいのは分かってくれてんだけど。うん、別に今のままで楽なんだけどな。まあ、なんていうか、楽なのが一番じゃん。先のことなんて分かんないっつうか。まあね。一人暮らしの若い男性がまるで高齢者の孤独死のような状況で発見されたこの事件、詳しい死因はまだ特定できておらず、警察では事件と事故の両面から捜査するとしています。入るって始まってるから。おい、こっちビール2つで。はい。キャサリンさん、最近やたら親が電話してくるって言ってね。何も気にしてないって言ったんだ。ウェダーだろって普通ね。え先輩、ね、それとどうなの？つーか先輩は、また当たっちゃってくださいよ。いいって、嫌なんだよ、ああいうの。あ、それって、結婚しろって意味じゃないの？やっぱそう思う？他にないだろ。そうか、結婚な。ガキの自分からお前とも長いな。いや待てって、ジョニー、まだ決まってないから。彼女との結婚嫌なのか？そうじゃねえけどさ、大事だし一緒にいたいけど、なんつうか結婚はまだいいんじゃないのっていうか、わかんだろ、今がお互い気楽っつうかさ。お互いそれっぽいこと言ってたんだって。今も仕事第一ってか、もともとやりたいことやってくタイプなんだよ。知ってんだろ。いつまでもそうってこともないだろう。そういうんじゃねえってん。きっと大体独身のお前に言われたくねえし。いや、俺は結婚は運命の相手とって決めてるだけだ。お前とは違う。今の彼女にも結婚する気はないって言ってあるんだ。運命の相手に会えなかったら？だったらする気はないね、当然だろ。さすがっす先輩。お、面接どうだった？マスターさん、とってもいい人でした。明日から来ていいって。もう落ち着いたのか？はい、すっかり。店長に変なことされなかったっすか？ねえ、ちょっと。じゃあまた。それより聞いたか？ポールの話、死んだってやつ。は？死んだ？ポールって、あのポール？ああ、離婚したって話は聞いてたけど、元気そうだったからな、驚いたよ。なんで死んだんだ？事故か？いや、朝部屋で死んでんのを母親が見つけたらしい。朝って、それ。ああ、原因不明って話だろ、ニュースになってるな。マジっすか？明日の朝、俺たちも死んでたりしてな。バカ、やめろっての。またでっち上げて騒いでるだけでしょ。偶然っすよ、ニュースとか。たく、トビーは能天気だな。そういや、朝のことだけどさ、実はガキん時以来の寝小便かましたんだよね。なんだよそれ。超怖い夢見てさ。ま、内容はよく覚えてないけど。うわ、お前いくつだよ？32。知ってるよ、
なんか聞きたくねっす、その話。うるせえよ。マジ怖かったんだから。おい、まだいろよ。なんか今日帰りたくねえんだよ。ならキャサリンに来てもらえよ。昼間会ったばっかだよ。それにこんな話また心配かけちまうし。ああ、たくこんな奴のどこがいいのかね。ていうか悪い、明日早いんだ。まあ飲みすぎんなよ。つーわけっす、先輩。悪いっすけどお先っす。うん、おう。じゃあまたな。エリカ、あの子雇ってもらえたみたいだな。記憶ないのに放り出せないでしょ。素性は謎だけど悪い子じゃなさそうだし、ジョニーも言ってたけど、あの子なんか危なっかしいっていうか、ほっとけないわ。追われてたとか言うし。っていうか誰に、なんで追われてたのよ。それが全然わかんねえみたいでさ。そんなことある？ちょっとよく聞いといてよ。あれから何もないか？はい、大丈夫みたいです。あの、ありがとうございます、助けてもらって。それから部屋も仕事も何も覚えてなくて、あの時本当に怖かったので、優しい人に会えてよかったです。よせって、ただの成り行きだよ。それでもヴィンセントさんは命の恩人です。ヴィンセントさんのためにも明日からここで一生懸命働きますね。あるめよ。まあでは、時折携帯電話に着信があるぞ。一部のメールには返信も可能だ。早速。発言したり報道したりすると謎のメーターが現れ、針が動くことがある。何を意味するかはまだ秘密だが、ヴィンセントの発言や行動は結末に影響する。覚えておこう。いずれとは思ってたけど、仕事変わったばっかだし、苦労はかけたくないよな。急に親の話とかって、彼女らしくないよな。ゆうか、あれめよ。電話だ。キャサリンか。
もしもし、ヴィンセント？私だけど。ああ、何？今日さ、夕方で切り上げちゃったでしょ。私の都合だし、その謝っとこうかなって。別に気にしてないって。友達と会ってんだろ？うん。あ、友達って女の子よ。高校の時の。知ってるよ。どうした？なんでもない。明日仕事早いのよね。飲みすぎちゃダメよ。じゃあ、おやすみなさい。アンケート調査の結果、理想の相手に何を求めるかという質問に対して、容姿、性格の他に声と答えた方も意外に多く。そんな調査結果を踏まえての質問です。もしこんな声をしてる女の子に迫られたら、思わずコロッと言っちゃうという理想の声のタイプを選んでください。セーブしますか？新しい出会いか。特に記憶を失った迷い子、気になるね。これから始まる罪人監獄も、迷い羊が囚われた運命の牢獄さ。ここって昨日の続きってことか。何なんだ。確かバーに女の子が来て、その後、あー、くそ、思い出せねえ。どうなってんだ。はっ、はっ、よっ、なんだ、昨日の死にか。その声、昨日の。いいか、ひび割れた石には注意しろ。何度か乗ると崩れちまうぞ。マジか。ひび割れた石や動かせない石など、石には特殊な効果を持つタイプが存在する。初めて見る石には注意しよう。よし、ゲット。よっ、よし、ゲット。よし、ゲット。
よし、こいつよし、ゲット。石にぶら下がれるだろう。こいつが結構役に立つはずだ。歩いて行けるルートが見つからないときはぶら下がった状態になって探してみよう。石を引いたときに自分の足場がなくなるとぶら下がり状態になる。ぶら下がり状態なら歩いて行けない場所にも簡単にたどり着けるぞ。よし、ゲット。よし、よし、ゲット。まだ生きてるみたいだな。先が見えないときは周りをよく見回せよ。石を引かなくても足場がない方向へ飛び降りれば簡単にぶら下がり状態になることができるぞ。ぶら下がり移動はとても重要なテクニックだ。これ。よし、ゲット。どうしても困ったときはアンドゥーすると良いかもしれません。よし、ゲット。枕を手に入れるとゴールに到達するまでの間アンドゥーの上限数が一時的に増える。見つけたらできるだけ手に入れておこう。絶対逃げ切ってやる。よし、下を見てみろ。よし、よし、ゲット。よし、ゲット。よし、ずいぶん登ってこれたじゃないか。よく頑張ったな。上の踊り場で会おう。そこにみんなもいるからな。みんなって誰だよ。おい、待ってくれよ。チェックポイントを通過すればそこからリトライが可能になる。見つけたらできるだけ通過しておこう。よし、なかなかやるじゃないか。どうやら生き延びたらしいな。誰だ？羊？そう見えるか。俺にはお前が羊に見える。他の連中もみんなだ。その声、さっきの。お前何者だ？ここは一体どこなんだ？さあ、こっちが聞きたい。ただ一つ確かなのは、俺たちは逃げなければ殺されるということだ。殺される？ここを一度でも見たが最後、毎晩のように来ることになる。毎晩？嘘だろ。ここにいる全員が同じ運命なんだ。死にたくなければ登るしかない。上へ登れば助かるのか？確証なんてない。だが向こうを見てみろ。金があるだろう。まるで聖堂だ。聖堂？一番上までたどり着ければ生きてここを逃れる道があるのかもしれない。
助かるってことだな。だから確証はない。そうとでも信じなきゃ正気でいられるか。ここじゃ冷静さを失ったやつから死ぬんだ。死ぬとかもう勘弁してくれ。言う通りにするから助けてくれよ。いいか、ここから先は自分で上を目指して逃げるんだ。俺はもう行く。そんな、待ってくれよ。お前も急げよ。おい、マジかよ。踊り場では貴重台で記録したり他の羊と対話したりできる。羊たちに積極的に話しかけてみよう。アイコンがピンクの時は新しい話が聞けて、グレーの時はこれ以上話すことがないサインだ。次、私たち技を検討してます。生き残るための鍵ですよ。ほんなの、俺が見つけた技を教えてやろうか。ああ、ぜひ頼むよ。よし、俺のひらめいた技だからな。ピラミッドについて説明をしよう。登りたい高さと同じ数の石を引いていくのだ。ピラミッドのように足場を作る基本アクションをまずは身につけよう。どうだ、グレートだろう。それだけじゃ厳しいと思います。こんな技も覚えないと。スライドについて説明をしよう。石を縦に並べて引いたら、次は下の石を横にずらすのだ。辺の特徴を利用した一連の基本アクションを覚えよう。辺と辺でくっつく仕組みを利用すれば、狭い足場でも急いで階段が作れるのだ。うお、あんたすげえな。どうだい、知らなかったよな。いや、とにかく俺が言いたいのは、運任せに動かしたら終わりってことだぜ。分かってますよ。雑誌記者の勘が騒ぐというか、この危険な石登り、おそらくかなりの技が潜んでそうです。かなりの技が潜んでるか。どんだけ見つけられるかが鍵ってことだな。 OK、 見つけたらすぐ俺に教えろよ。俺は命令だからな。次、使ってみたいで。クソ、誰を蹴落としてでも生き延びてやる。邪魔すんならてめえも叩き落としてやっからな。やだ、死にたくない。とりあえず落ち着けって。そう言って俺を油断させるつもりか。そんな手に乗るもんかよ。みんな自分だけ助かりたいんだ。俺だって誰かに突き飛ばされた。次は俺が突き飛ばさないと死ぬ。どこだ、ここは。何なんだ、この汚い羊どもは。こっちが聞きてえよ。なあ、あんた、なんか知らないか。上へ行けって。てか、上に何があんだ。勘弁してくれよ。次、使ってみたいですね。あんた、大丈夫か。しっかりしろ。とにかく正気に戻って。こんなところでも他人の心配とは。見上げた人格者じゃないか君。そうだ、そんな君には油田をやろう。油田？おっと、いつもの癖が。忘れてくれたまえ。君も早く生きたまえ。ここにいては死んでしまうよ。
んだよ、ここは。なんでこんな場所に連れてこられた。わかんねえ、俺も同じで。なんだよこの檻はよ。なんで羊が入れられてんだよ。もうたくさんだ、早くこっから出してくれ。久しぶり。いや、ここでは初めましてか。お前誰だ。管理者とでも言っておこうか。この新たな悪夢の世界はね。しかし変化の気配が強くなったな。あんた向こうの世界で何をしたんだい。まあいい、どの道あんたたち子羊はここで死ぬ運命にある。は？ふざけんな。でも殺す前に命の価値を確かめたい。だから質問に答えてもらうよ。第1問です。あなたが恋人に求めるものは何ですか。自分の気持ちに近いと思う方のロープを引いてみてね。ふん、あんたそっちを選ぶんだ。それぞれなもんだね。何者なんだ。全部お前の仕業なのか。言ったろ、僕はあくまで管理者だ。あんたをここへ落とした奴は別にいる。ちなみにあんたの知ってる人だ。みんな腹の中では何を考えているか分かったもんじゃない。真相を知りたければ生き残り考えるといい。あんたの周りで何が起きているのか。じゃあ次の試練に向かおうか。なんなんだよ今度は一体。お、まだ続くのかよ。Amazing area too. Are you ready?よし、よし、ゲット。よっ、よし、いつやるな。落ちる。よし、と、よし。少しは慣れてきたか。慣れるかよ、こんなの。とっとと先行かないで助けてくれよ。悪いがこっちも必死なんだ。そう、登っている途中不思議な道具が手に入ることがある。道具？なんだか知らないが覚えておくよ。アイテムは一つしか持てないが使い方次第ではとても役に立つ。使いどころを間違えてもアンドゥーで巻き戻せるので積極的に活用していこう。よっ、白い石を使うと足元に 3×3 の白い石が出現する。石を引けないような狭い場所でも足場を作ることができるぞ。よし、よし、ゲット。よし、ゲット。エッジ、よっ、エッジ、でも困った時はアンドゥーすると良いかもしれません。アンドゥー。